どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて強化されましたサンダードラゴンデッキやっていきましょう。サンダードラゴン OCG では常に環境トップにいる、デッキリンクスではどうなのと、 OCG で強いデッキリンクスで再現してみた。完全に再現はできなかった。融合体が、いないんでね、サンダードラゴンは、まあ、ちょっとその辺は辛いんですが、めちゃくちゃ強いは強いです。強くなりました。というか今までサンダードラゴンって打点面がやっぱ弱くて粉砕でなんとかしてたんですけども、粉砕が修正されて弱くなったっていう話はあったんですが、今回の新パックに登場したこのライゴーリュサンダードラゴンというこのカオスモンスター、これがめちゃくちゃ強い。2800っていう打点がある。そしてですね、こいつね、手札でモンスターの効果が発動すると300ポイント打点が上がるっていうことを持ってるんですよ。だから3100になります。結構ね、これ3100っていう打点を確保できるのがすごい強いんだよね、サンダードラゴンで。で、まずそもそもカオスモンスターなんで光闇を除外すると特殊召喚できるっていう効果、そしてサンダードラゴンっていう名称なので、この辺でサーチができる。雷合流を除外したりとかして結構サーチが簡単。そしてこのカードが戦闘で相手モンスターを破壊すると、墓地のカードを1枚除外して敵から一か実力を回収サーチできると。これね、何が強いかっていうと、もちろんサンダードラゴンを持ってこれるっていうのが強いんだけど、一か実力を持ってこれるっていうね、墓地のカードを除外するっていうことは狡猾とかね、除外できるんですよ。これめっちゃ強いんですよ。結局狡猾を使った場合って相手のモンスターを破壊するんで、あんまり戦闘破壊とはそんなに相性がいいかって言われると微妙だけど、次のターンとか次のターンとかね、そういう時にライゴリを出して、相手のモンスターを破壊していくと。そうすると狡猾を除外できる。で、相手のエンドにこいつが生き残っていると、相手のエンドフェーズに除外されているカードを、デッキの一番トップかデッキボトムに戻すよという効果がついてるんですね。だから狡猾な落とし穴をデッキトップに戻すとかいう鬼ムーブもできます、一応。もちろんね、使い回してもう一回使いたいサンダードラゴンを戻すということもできるしね、めちゃくちゃ強い。でですね、今まで通りのギミックなんですよ、基本的には。ゾンキャリとか、ここ別にレベル2中なのであれば、ゾンキャリじゃなくてもいいのかなと思うんですが、一応蘇生できるんで、ゾンキャリっていうのは。だから連続シンクロができるから楽しいから入れている。ほんでコズミックサイクルはね、さすがにこの環境でね、あった方がいいかなと思って。積むデッキが多いんでね、コズミックサイクルないと。例えば、サイバー流のサランティックオーバーフローとか、今だったら。あと、ブラックマジシャンの、魔導陣とか、親族の打天使とか、結構そういう、やっぱその除外しとかないとやばいっていうカードが結構多いんで、その辺はあった方がいいかなと思ってコズミックサイクルを入れている。で、メインギミックは多分ほとんど同じなんで、あまり解説はしないんですけども、この辺のモンスターたちは同じなんで、今までのサンダードラゴンとね、そっちもしよかったら、前のサンダードラゴンデッキ見ていただければ、ちゃんと解説してるかなと思うんですが、シンクロ体が強くなった。すごくシンクロ体が強くなった。今まではこういう、この辺のモンスターを使って、これも強かったけどさ、先行で立てるモンスターがあんまりなかったんですよ。これ、先行で立てるモンスターが出たんだよね、2枚も。めっちゃ強いわ、この2体。先行竜スターラストは8シンクロなんで、迷宮作成はできない、迷宮作成では作れないけど、封印の黄金室と、ゾンキャリとか、ここの獣で、除外しといたやつを次のターンからゾンキャリで、出していくとかもできるし、8シンクロはそこそこできるんですよ、そもそもね。黄金室がやっぱ一番強いかな、その場合は。で、これ、一旦に一度、表側のカードだけなんですけども、戦闘破壊か効果破壊が守れるんですよ。これめっちゃ耐久力上がるんで、打点は低いけど弱くはないね、やっぱこの効果は。めっちゃ強い。表側しかね、守れないんで、狡猾守ったりはできないんですけど、セットの。それからこれね、表側の攻撃表示のモンスターを除外できるんですよ、自分と一緒に。だからね、耐性があるモンスターとかいいじゃないですか、破壊耐性。例えばネオスとか、あと、ホムラガミとか、フラヌイの。ああいうモンスターも除外して、後続で出したこういうのを殴ったりとかできるんですよ。だからね、これはね、めちゃくちゃ強いわ。やってる思いました。ホムラガミに対してすごい強くなった。サイフレームロードゼータで除外して、破壊耐性効きませんみたいなことできるから。強い。ということで、早速ね、サンダードラゴンのデッキ回していきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、行きまーす。覚悟はいいですか。マインドスキャンか。強そうやな。マインドスキャンか。マインドスキャン、マインドスキャンはでも甘えっていう説はありますよね。砂時計見て大体その魔法トラップカードを読めっていう話あるから、マインドスキャンは甘えっていう説ないですか。
ないですか、ないですか、左遷お、はいはいはい、デス侍、いいですね。バンパイアでしょうか。30枚が多いの。あー、宮塚さん、芝刈り知らないですかね、多分芝刈り知らない。まあでもこれ、ゴズキじゃないから別にいいか。ゴズキじゃない分いいわ。そうですね、まあとりあえず脳死黄金室するか。脳死黄金室して脳死で黄金室していく。で、獣除外して、獣効果除外された場合に、デッキよりサンダードラゴンを特殊召喚していく。で、ですね、まあ、とりあえずこうか。ゾンキャリ召喚で、あ、これ強そうだな。いくぞ、優先スピードシークエンスアクティベート、スラスターウォームアップ、オーケー、ラウンジレディ、シンクロ召喚、カモン、サイフレームロード、ゼータ。いやー、これ結構強い、これ多分結構強い。で、雷電効果でこれ引き裂いた光持ってくるじゃん、光持ってくるじゃん、光持ってくるじゃん。で、光効果発動するじゃん。で、こうするじゃん。で、光と闇除外するじゃん。じゃ、強いんだけど、やべえんだけど、強いんだけど、これ、やば、強すぎでは、強すぎなんだけど、カード1枚セット、セット、バトルなんだけど、大丈夫ですか。あ、クリボールないんすか、お前では、やばすぎなんだけど、獣の方がいいか、鳥は除外されてるところにいるから、まあ、獣の方がいいな。獣持ってくるじゃん、これ。すごい展開力だ。いやー、やばいわ、なんかすごいね。今ね、11分のね激闘を制してきたんだよ俺、疲れたんだけど。すんごいいい試合だったからさ、ちょっとなんかリプレイ動画ツイッターに載せとくわ。いや、見てくれ、11分の激闘を制してきた今。やべえ、なんか時間ギリやった。もう残り20秒で勝ったこれ。あっぷれー、ブラックマジシャンか、オッケー。マーキングカードじゃないんだね、このデッキ。そうですか、これはブラロですね、これブラロ、これはね、ブラロです、これは完全にブラロ。どうしますか、これね、あのね、迷宮作戦するんですよ、これ。こういう時はちょっと相手の意表をつくんですよ、こうして。これほら、あのあれでしょ、モンスターが2体揃うとカナディアそこまでされるでしょ。だからこういうことするとスキルっていうのはですね、ちょっと待って、どれ戻そう、これでいいか、これでいいのか、本当本当か、それ本当、まあいいか。スキルでこれ出すともう絶対ブラロ邪魔されないから、これこれブラロ邪魔されない。もうどうですか、そこらしゅカナディア来ませんよね。もう冷たい炎が世界の全てを包み込む、漆黒の花よ開け、新規の召喚。じゃあ、迷宮今日のじゃどんな声してたっけ、ちょ覚えてねえや。ブラックローズドラゴンの効果、ブラックローズガイル。あ、強いな、それは強いわ。まあ強いけど弱いわ、それは強いけど弱い。まあナイトエンドソーサーくらいいいや。ナビゲート2枚、ブラフやったわ、なるほど、スーパーブラフやったと。で、封印の黄金室効果発動していく。で、雷獣竜サンダードラゴンで、これゾンキャリするか否かみたいなとこあるな。ですね、とりあえずですね、これはね、雷獣の方がいいか。これ手札戻してシンクロしちゃうと、アドバンテージなくなっちゃうんだよな。ですね、ちょっと待ってくださいね、雷鳥はないな、雷鳥はない。雷獣竜出してきて、で、こうしようか、どうせ殺せないし、もうこれでいいんじゃないかな。で、除外されているサンダードラゴンを戻してくる。オッケー、これでいいんじゃないかな。で、バトルで。手札がね、迷宮作成とゾンキャリすると、手札をものすごい戻さないといけないから、ちょっとね、足りなくなっちゃうんだよね。なんで、まあ、その辺は、まあ、臨機応変に対応していくという感じでしょうか。マスターマジシャン。お、やばい。マスターマジシャンか。なるほどな。これでブラックマジックなんかが引いて、それはデッキトップ強いな。それはね、デッキトップは強い。これでさ、あのさ、何、でも魔導陣はマスターオブマジシャンで加えられないから。マスターオブマジシャンにそろそろ魔導陣加えそうじゃない、なんか、わかんないけど。魔導陣加えていく。これで別に魔導陣を発動して、ブラックマジシャンを持ってこられたとしても出す方法がないと。これだってさ、ナビゲート2枚墓地いってっから、もう、あと1枚でしょ、多分あったとして。で、手札があれ、多分おそらく、まあ、ブラックマジックか、エクスパンとかわかんないけど、まあ、そういうカードであっ
ってでブラックマジャー持ってくると、はい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 、オッケー。いやどうも一気にアドバンテージ回復してくるのあいつ。やるな。これ護身キロ入ってっか。これ護身キロ入ってるも多分突破はできないと思うんだよね多分。守備ね。オッケー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 、いいよ問題ないよ。オッケーナイス。でドロー。コズミックサイクロンか、コズミックサイクロンか。撃つ必要あるか、コズミックサイクロン撃つ必要性はなさそうな気がするな。このターンで決めればいいんでしょ。1600か。1600レモン出したら、1300届、1400届かない。ってことは2体で殴る必要があるのか。ちょっと待ってくださいね。これ実況しながらむずいな実況しながらむずいな。ゾンキャリで、コズミック戻してで蘇生して、あ、お、おい、やめろって。結構今から頑張るから。あぶねえ。レベル662だ。これ62だ。これ62からの、これはね、これスクラップじゃないか。これスクラップだ。これスクラップだ。ここスクラップだ。レベル6に、レベル2チューニングして、シンクロ召喚スクラップドラゴンで、雷獣竜サンダードラゴンの効果を発動していけばいいんだ。間違えた。でサンダードラゴンの効果でライデン持ってきて、でスクラップでライデン壊せばいいんだ。オッケー、うまい、うまっ。ちょっと計画性なってるよ今。横破壊すればいいのかな。ライデン操作で破壊していく。でライデンの効果でサンダードラゴンサーチで、あー、オッケー、よし、ここ乗っていく。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ヘルカイザイロさん、よろしくお願いします。ヘルさん、バイ。ここの獣を攻撃表示で召喚。ここの獣の効果発動。ここの獣は手札のイカズ族モンスターをゲームから除外することによってデッキより同じ属性、種族の属性じゃねえ、種族のモンスターを除外できる。ライデンパイセンと雷獣パイセンの効果発動。雷獣の効果によってデッキより雷獣竜サンドドラゴンを特殊召喚し、雷電の効果によって雷合竜を手段に加えていく。そして雷獣竜、じゃあ雷鳥竜の効果、トリッピーの効果で獣も特殊召喚して、でエンドして獣戻ってくる。よし、結構いい、いいムーブ。サンダードラゴン的には合格ムーブ。さあ、ヘルカイザー両君どういったデッキなんでしょうか。まあ今だとヘルカイザーだったね、あのサイバー竜奥義っていう最強の新サイバー竜っていうエアトスか。なるほど、エアトスね。エアトス強えなエアトス強いんだけど、エアトス、あ、エネコは強いわ。エネコは強い。死ぬ俺まだ知らないか。でもそっちなんだ。へえ、なるほど、そっちか。でもこれあれだよね、コズミックサイクロン、あ、いいけど、それサイバーリーだよね、それ多分。それいいけどさ、お、これあれあれだぜ、雷獣竜結構強いで、割と残すで、モンスターを。それはエモいわ、それはエモいちょっと待って、それエモすぎない？嘘でしょ、こんなことある？俺こんな不幸な人いる？こんな不幸な人いる？世の中に。新年早々大凶だけど、もうおみくじで言ったら。